はい。それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んで、その内容をレビューしていますで。普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども、その他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。今日ご紹介する本は、ポジティブイングリッシュのすすめというタイトルの本になります。 でえっと、この本は著者の方が、まあ、アメリカで7年間、えー、住まれていた経験から、えーまあ、アメリカ人が、まあ、どのような英語を使うのか、まあ、特に、えー、そのポジティブな表現に着目をして、えー、なぜアメリカ人がそういう言葉を使うのかまた日本人はそれに対して、えー、同じようなシチュエーションでどういった言葉を使うのかそして結果として、まあ、どういったメンタリティに差が出てきているのかと。 いいうことを、えー、解説している本になりますで基本的にはその英語表現の中でも、まあ、この著者がいいなと思っているところについて、まあ、紹介をするというような形になっていましてで前半はですね えまあシチュエーションごとに、まあ、こういうシチュエーションで日本人はこういうふうに表現したり理解しがちだけれどもアメリカ人はこういうふうに理解しがち表現しがちっていうようなまあ差を説明をしていますでその後、まあ後半の実践編でですねあの具体的にどういう表現があるのか、まあ、え具体的には褒める英語とかあとは励ます英語とかですね、えー、まあそういうその、まあ、ポジティブな英語表現に対してどういう表現があるかということを説明しています。 でえー、と今日はです、ね、その具体的な、まあ、その褒め方、表現英語の文法表現についてはです、ねえー、と割愛をしたいと思いますあの実際はです、ね、そんなに難しいもんでもないですしあの少し慣れればです、ね、簡単に使えるような表現が多いので、まあ、あのそこは個別に、まあ、今時あのグーグルとかで,です、ね、調べれば出てくる表現が、まあ、たくさん紹介されているというような印象でしたで、えーとまあ、非常に素晴らしいなと思ったところが前半の,、まあそのアメリカ人と日本人の、まあ、メンタリティの違いについて の説明なんですけれどもえっと今日4つ簡単にご紹介をしたいと思いますでまず一つ目はこの著者の方が実感したこととしてまあ、アメリカ人はなんて褒め上手なんだろう励まし上手なんだろうということをまあかん感じたということを言っていますでえっとまぁ、あ、後で少しまあ、あの具体的な、えー、事例を評価紹介しますけれどもまあ、アメリカ人というのはまず会話自体を楽しむっていう態度があってさらに会話の端々に相手のいいところを発見して認め前向きに捉え ととう姿勢が見られるとでそして何事にも臨境変に対処し楽しもうという発想がありますというふうに書かれています。 でこれはあの本当にそうだと思ってまして、えっと、ちょっと後でもうご紹介をしますけれども私が最近ちょっとミスをした時にですねあの非常にまあこういったアメリカ人の視点に助けられたということがありましたで、まあ、ポジティブシンキングとかポジティブイングリッシュっていうのは、まあ、会話の相手をハッピーにさせて自分もハッピーになるとで人間関係を円滑にするんですよというふうに書かれてるんですけれども、まあ、これはあの本当におっしゃる通りだと思います でまあ、2点目のエピソードとしてはですね、この方が、えーとまあ、大学に行かれてたそうなんですけれどもその時に、えーとまあ、何か論文発表というか、えー、と修士論文の発表しなきゃいけなかったそうなんですねでその時に、えーとまあ、こう頑張らなきゃ失敗してはいけないっていうようなプレッシャーを、まあ、聴者の方は感じてたんですけれどもクラスメイトが「グッドラックエブリスティングウィルビーオライト」っていうふうに言ってくれたと。まあ、う,うまく,いく いいね大丈夫だよっていうふうに言ってくれたと。でまあ、日本人っていうのはこういうシチュエーションで頑張ってとかですね、えー、とそういう何て言うのかなその本人にこうプレッシャーをこうかけるような方向で、まあ、励ますということが多いんですけれどもあのアメリカ人は確かにグッドラックとかエブリスイングウィルビーグッドとかえー だ do you are best とかですね。つまりその原因とかえっとコントロールをその本人に求めるような表現ではなくてどちらかというと相手をリラックスさせて前向きに励ますというような表現が多いです。でこれはあの実際に私も今アメリカに住んでいるんですけれども本当に強く感じますしやっぱりあの自分がこう辛くなった時とかですねいざという時にやっぱりこういう姿勢っていうのはあの非常に大切だと思います。 でえっと、まあ、3点目はですねえっとのエピソードなんですけれども、えっと、これはまあカーネギーっていうあの非常に有名な、えー、方デール・カーネギーという方がいるんですけれどもまあ、その方のエピソードとして、えーまあ、ある街でまあの順番待ちをしている時にですね前の人をどういうふうにしたら楽しませられるかということをまあ考えてその前の人のいいところを褒めると。 例えばその髪の毛ってすごく美しいですねとかですねまあそういうようなことをカーネギーは常にしていたと自分がいいなと思うことを大切だと思うよう な、えー、ことっていうのを、まあ、相手にしてあげるとでそれをちゃんと本心から、まあ、してあげることが重要ですというふうに、まあ、言っていたそうなんですけれどもあのこれはあのアメリカでよくあるんですけれども、まあ、私がですねちょっと変わった T シャツを着てるとか変わったセーターを着てる変わった靴を着てるとか、まあ、何でもいいんですけどあの、まあ、何か特徴のある服とかですね、まああのまあ、く靴とかそういうものを身につけてるとやっぱアメリカ人はですねそういうのをこう気にう してくれて、気がついてくれて、あその t シャツ可愛いわねとか、あその靴おしゃれだねとかって、実際にあの、すごく言ってくれます。で、えっと、まあ、もちろんお店の店員さんとか、まあ、そういう方はより言ってくれる傾向にあるんですけれども、そうじゃなくても、普通に街を歩いていて、もう全然知らない人が前から歩いてきて、犬の散歩をしているとか、まあ、そういう状況で。 あの「はい」っていうふうに挨拶をまずするところから始まってすぐその T シャツに気が付いたら「あいいねその T シャツ」とかってそんなことがまあざらにありますでえっとやっぱり実際こうやって自分が来てみるまではですねまさかそんなことがあるとは思ってなかったしそれがどれが重要かっていうのは分からなかったんですけどもあのやっぱり日々こうなんとなく明るい気持ちになるという意味で、えっと、非常にいいですでこれはえっとその相手を褒めたりすることによってその自己 肯定感というか自尊心というのをまあ培っていくというようなアメリカの文化があるそうですねこれは子供の頃からえっとまあその子供を褒めたりすることによってやっぱり自己肯定感というのを強くして結果としてまあチャレンジをするような風潮を多分作り上げているっていうのがまあアメリカの強さなんじゃないかなと思いますで最後四点目ですねこれちょっとあの私の具体的なまあエピソードとともにえっとご説明をしたいと思うんですけれどもえっ、ー、とアメリカ人というのは、ね、ですねそのさっきも言ったように自己 肯定感を高めるような言葉っていうのを非常に多く使います。I'm proud of you とか、あと Good try とか、あと You did you a r best とかですね。その、えー、そういう表現をします。で、その Good try とかっていうの,の表現が何がいいかというと、えっ、ー、とこれはですね、結果の成功失敗に関わらず使えるんですね。 で、えー、と私は最近その仕事でですねまあ、結構大きなミスをして、ね、本当にミスなんですね実力を発揮した上での失敗というよりはもう単純にこうボンミミススといいううか非常にしししょうもないミスでで、まあ、大失敗をしましたでそういうところでもうすごくへこんでいて、えー、もうちょっとこう抑うつような感じになってたりしてですね上司にもすいません「すいませんすいません」っていうようなことあの 謝ったたりしてたんですねでその時にやっぱりみんないろんな上司が口を揃えて言ったのがやっぱり「グッドトライ」とか、えー「You did your best」とかですねそのつまり私の失敗っていうのを咎めることもなくそしてその原因を私に考えさせることもなくですねまずはその挑戦したこと自体が素晴らしいんだと,とか失敗しなければ挑戦っていうのはないし誰でも失敗するよとか。 俺の方がお前より失敗してきてるから俺は上司なんだとかですねそういう表現をまあ本当によく使いますで、えっと、これは口頭だけではなくてメールでもそうですしまあ、何か申し訳ありませんというようなメールをですね最近何回も書いたんですけどもその度にいやいやいやお前の働きには感謝しているよっていうふうに返ってきますであのまだこれに慣れてない私はですね本当にそう思って言ってるのか、えっと、そういうふうにこう まあ、本当はイライラしてるけど書いてるのかっていうふうに疑ってたんですけれどもやっぱり実際にですねそのもう終わってしまった失敗に対して、まあ、くよくよ考えてもしょうがないと失敗をするんだったら次の提案をしてまた失敗すればいいじゃないかと、まあ、そういうような考え方みたいです。で実際この本の中でもあのいくつもそのポジティブな表現というのが紹介されていると言いましたけれどももう本当にですねそういう表現をバン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 使ってとにかく、えーまあ、次のことを考えると。 でまあ、日本人はどちらかというと失敗したところに原因を求めて改善をしていくというようなアプローチが得意だと思うんですけれどもそれに対してです、ね、アメリカ人はもう失敗したことは忘れようと。でえっとまあ、ハッピーな方が いいし失敗したことっていうのはもう終わってしまってるから考えてもしょうがない次々って、まあ、そういうようなメンタリティーなんですね。で、えー、とまあ、慣れないうちはですねやっぱり戸惑うんですけれどもやっぱりこういったメンタリティがまあアメリカっていう国としてのまあ、クリエイティビティとか、まあ、何か突飛なアイディアが出てきて、まあ、一気にこうビジネスになるとかですねまあ、そういう文化を支えてるのかなというふうにも感じました。はい でえっとちょっと今日はですねあのポイントがこうバラバラっとしていてまあ、ざっと紹介してるんですけれどもすいません長くなってしまってですけれどもあの非常に面白い本だと思いましたあの私自身アメリカのまあ,あの海外経験を通じてですね非常に多くのことを学んだんですけれども、えっと、この本にはまあ、そういったエッセンスっていうのが、えー、非常によく書かれてると思いますただちょっとあの説明量が少ないのでもしかするとその日本にいながらこの本をパラパラっと読んだだけでは、まあ、全て理解するっていうのはちょっとなかなか難しいかもしれないんですけれどもまあそ それでもですね、あのまあ、そういう海外文化に興味があるとか、もし身近に海外の、えー、方がいらっしゃるとか、まあそういう人がいればですね、少し何か理解のきっかけになるんじゃないかなというふうに感じました。はい、長くなってますけれども今日は以上です、えー。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。